この曲はですね、何がすごいかってね、どうも皆様こんばんは、セコリトサンスでございます。さて、いや皆様お久しぶりですね。ここ数日ですね、私はちょっとある地方の方に行って講演会をやっておりまして、その講演会でですね、たくさんの方にご来場いただきまして、誠にどうもありがとうございましたと言っても、まあ写真とか一切見せないですけど、おかげさまでたくさんの方にですね、足を運んでいただいて、非常にですね、まあ無事に終わったということでほっとしております。そんな感じでですね、また動画投稿再開していきますので、よろしくお願いします。で、その僕地方に行っている間にですね、もうひたすらリピートで聴いていた曲がありまして、それがね、ケンシさんのピースサインです。僕はね、サマーソニックで去年見てすげーかっこいいなっていうことで、その後ですね、またいろいろ見ていきたいなっていうことも言ってたんですけれども、今回ミュージックビデオの方が公開されたっていうことでですね、どんな感じかなと思って聞いたんですけど、まあかっこいいね。あまりにかっこよくて、今までのパターンでいくとさ、心にも思ってないことたくさん言って、まあひたすらディスって、で最後 CD 買うっていつものパターンやってたんだけど、今回はね、もうそんなのをするのもないぐらい、もう素晴らしいっすよ。細部までね、もう細かく彩られてるし、聞いていてですね、本当に満足で、聞くたびに新しい発見があるっていう才能の塊だなと思います。ご存知ない方のためさらっと説明すると、以前はバンドやってたけど、やっぱ一人の方がいいってことで一人でやって、 DTM とですね、ボーカロイドを使ってニコニコの方でですね、音を発表するようになって、すごい反響になって、でそれからメジャーデビューをしたりとかっていう、なのでいわゆるまあ神ボークと一緒ですよね。でニコ生でね、すごいわーって人気になったけど、やっぱ元はボーカロイドだから、まあどうなんだって話だったんだけれども、結構自分の自身の声でね、やっぱ取るようになってもすごい人気です。やっぱかっこいいし、っていうかめちゃくちゃ歌うまいしね。いやーやっぱ期待を裏切らねえんだなというような感じですよ。でさっき言ってる曲なんだけど、ピースサインね、すごいよね。本当に俺すごく好き。いわゆるね、曲調的には売れ線なんだけど、まあ売れ線っていう言葉俺もあんま好きじゃないんだけど、いわゆるね、みんなが好きなこう展開なんだよね。最初に抑えめのイントロがあって、それから爆発させていって、 A メロに入っていって、サビに行って、でまたいろいろ曲調が変わっていって、また大サビがあってっていう感じなんだけど、この曲はですね、何がすごいかってね、サビの終わりですよ。サビの終わりにね、一癖入ってて、転がってくストーリーをっていう最後の部分が、ピアノで言うとさ、白いところを使ってたのがいきなり黒いところ入るんですよ。半音変わるんだよね。それがね、すごく印象に残るんですよ。こういう形の売れ線ってすごく多いから、アニメの主題歌であったとしても、やっぱこう流れちゃうんだよね、あまりに多いから。だけどサビでグワっていくので、サビの終わりの頃にちょっと癖が入るから、なんか違和感を感じるんですよ。あ、なんだ今のっていう風になって、サビが終わって、でまた伴奏が入るわけですよ。あれっていう違和感を感じたまま2番に行くんですよ。あ、今の違和感自分なんで感じたのか、多分みんなね、無意識に感じてるんだと思うんだけど、それをね、感じたまま次に行けるから、なんかこう引っかかるんだよね。引っかかったまままた2番に行って、あ、なるほどなら、やっぱかっこいいなっていうままで行くんだけど、でまたサビの終わりでですね、ちょっと変わるから、おってなって、またね、メロが始まるっていう。だからね、それがすごくうまいんですよ。他にもですね、ピースサインはもうこと細かに音も作り込まれてるし、よーく聞くとね、あ、ここにこんな音使ってんだとか、いやーやっぱね、すごいですよね。本当に才能の塊だと思います。で、他にも過去に発表された曲も、なんでこんなことするんだろうっていう曲もいっぱいあって、なんかシンセサイザーの音をですね、限界までですね、こう音の幅を狂わせて、なんかすっごいこう違和感っていうか、不協和音をあえて作っていながら、下手したら音外れちゃうよぐらいの勢いなんだけど、でもその違和感をね、ギリギリその中で泳いでいくメロディーとか、いやーなんでこんなことができるんだろうって思う、マジで。しかもね、これがね、一人なんですよ。一人でね、このクオリティを出されちゃうとね、一体バンドマンは何なんだろうっていうのもなっちゃうし、ニコニコ勢ってやっぱすげえんだなっていうのも改めて感じますし、ミュージックビデオって誰でも聴くことができるしさ、何回も何回も繰り返し再生するから、再生回数もどんどん伸びていくしね。まあ再生回数が伸びていけば、基本的にみんなが何回も聴いてるって曲じゃないですか。そういうの見るとね、やっぱもう再生回数も半端ないしね。いやーすごいなというふうに思っております。なので、ね、今後発表される音源がどんなものかってもすごく楽しみですし、まだまだこれからの活躍が非常に楽しみだなというのをですね、私は地方にいながら強く思っていたということでございます。で、この僕が感じた違和感というのはあくまでですね、僕のですね、まあ、素人目線ですから、僕なんかも全然気にならないぐらい、もう音大とか行ってもうバリバリ音楽学んでる人いっぱいいると思うんで、ぜひですね、そういう方の意見も聞きたいですし、もちろんそれ以外にもね、この曲すごい良かったよっていう方も純粋にですね、感じたこと、ぜひぜひ僕の下のコメント欄の方に書いて教えてくださいね。